皆さん、こんにちは。世界進出という夢のため、事務所とグループを離れ、滝沢秀明氏が立ち上げた 2B へ合流した平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人は、キング&プリンス、そして旧ジャニーズ事務所から飛び出し、今ではナンバーアイとして活躍しています。そんなナンバーアイが、2024年2月9日、結成後初めてインスタライブを行った際の、その時のテーマはファンネーム。平野さんは2023年7月に 2B に加入して以降、自分たちのグループ名が決まる前から、ファンネームをどうしようか考えていたそうです。そのファンネームが、ついに、アイリーズに決定しました。今回は、ナンバーアイのファンネームが、一体なぜこの名前になったのかについて、隠された謎など深掘りしていきます。ぜひ最後までご覧ください。芸能タックル。2024年1月1日にデビューしたナンバーアイ。このグループは2023年5月22日にキング&プリンスを脱退した平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人からなる日本の男性ダンスボーカルグループです。デビュー当日の2024年1月1日にはファーストデジタルシングルゴートをリリースし、 YouTube での再生回数は日本の男性アーティストのデビューシングルとしては史上最速となる公開後3日で1000万回再生に到達。1月3日付 YouTube のミュージックビデオのデイリーミュージックビデオランキングでグローバル1位となりました。そんなナンバーアイが初めてインスタライブを行った2024年2月9日。その日メンバーはファンネームについて話していました。ファンネームがあると意思疎通ができるもあるし、と平野さんは語り、平野さん自身は半年以上一生懸命考えたけれど、これといったものがなかったらしく、責任を背負いきれないし、とみんなの期待に応えられるか、重大すぎて決めきれないと、すごく悩んでいると初配信の中で語っていました。みんなはネーミングセンスもすごくあるし、みんなのアイデアが欲しいと、20万人のインスタライブに参加しているファンに意見を求めてもいましたね。ナンバーアイというグループ名を決めたのは、キング&プリンスの時リーダーを務めていた岸さん。しかし岸さんもファンネームについては特に思いつかなかったそう。神宮寺さんは合図がいいのではないかと提案していました。その後平野さんは、ナンバーアイだから数字、1月1日がデビュー日だから11はと提案。11の意味はマスターメッセンジャー、革新豊かな感性だそうです。その後もアイミーなどいろいろなファンネーム候補が出ていましたが、インスタライブは3人がそれぞれゴリラやチンパンジーに似ているという話題から話がそれ始め、しまいには飼育員ズーという案まで出てくるようになり、決めるまでに至りませんでした。結局メンバーとしてはナンバーアイという名前とつながりが欲しい女の子だけでなく男の子のファンにも抵抗のないものでありたい、コンサートの最後とかで呼びかけるときに感情が入るような名前にしたいなどの意見が出ていました。このように悩み抜かれてやっと決定したのが今回発表されたアイリーズ。意味は I love you で、アイリーズの I は愛の頭文字、 LY は love というの略称、 S は複数形の S、 愛しい人たちという意味が込められているそうです。つまりアイリーズは I love you 愛しい人たちという意味を込めたファンネームなのです。このファンネーム決定にファンからは素敵、ファンネームアイリーズ、 I love you 愛しい人たちの意味、可愛くて素敵なファンネームありがとう、涙が出そう、うるうるしてます、一生お互いに愛しい人たち、可愛い名前で感動といった反応が多数寄せられており、ナンバーアイがファンを愛しい人たちと呼んでくれたことに喜ぶ様子がうかがえますね。またファンネーム発表に合わせてナンバリング Day1 がトレンド入りするなど、グループとファンの絆が深まる嬉しいプレゼントとなりました。メンバーの平野翔さんは
2023年7月に 2B に加入して以降、自分たちのグループ名が決まる前からファンネームをどうしようかと考えていたそうなので、このファンネームはナンバーアイメンバーがとても長い時間をかけて真剣に考えて決めたもの、ファンへの思いが込められた愛情たっぷりのネームだとわかりますが、ここまでしっかりと考えられたファンネームなので、I love you 以外にも意味があるのではないでしょうか。芸能タックル。ナンバーアイはかねてより海外進出を重きにおいて活動してきています。3人がキング&プリンスを脱退する理由となったのも、海外での活躍にこれから力を入れたい、もっと高みを目指したいという思いからでした。5月17日に M ステで初披露されたナンバーアイの最新曲ボン、この曲は5月27日に発売のナンバリングの1曲目に入っている曲ですが、ボンに込められた意味を考えると、ナンバーアイが目指しているものがよくわかるのです。プロデュースを担当した平野翔さんは M ステ出演時のコメントで、盆栽にフォーカスを当てて、盆栽が成長する過程だったり、ファンの皆さんとの関係だったり、そういうのを自分たちと重ねてやらせていただくんですとお話ししていました。またザックサングショーのインタビューで、平野さんはボンの歌詞について、これまで歩んできた人生のこと、これからどうしていきたいのかということが含まれていると答えていました。盆栽について調べてみると、平野さんが盆に込めた思いが少しずつ見えてきます。浅く小ぶりな盆に木を植えて、自然風景の雄大さや美しさを表現する盆栽、小さな盆の中に自分が思い描いている理想の大自然を小型化して表現するので、成長しすぎた部分は剪定して形を整えたり、針金掛けなどの盆栽の技巧を用いて美しい木の姿を作り出していきます。生きた植物なので完成というものがなく、変化し続けることが大きな魅力だそうです。インタビューの中では、デビュー曲ゴートとのつながりについて、ゴートを作るときは絶対これっていうものは決まってなくて、ここはこうしたらいいんじゃない、この音はいらないよねみたいに話し合ってできていったと話していました。盆栽の完成がなく変化し続けることが魅力という点につながっていますね。このように深い意味が込められているボン、この曲には3人がこれまでやってきたことや今挑戦していること、高速ラップという武器を携えて日本文化を世界に広めたい気持ちや、やりたい方向性など、ファンへのメッセージが込められています。また同日に公開されたミュージックビデオも印象的、なんと日本語に加え10カ国語の翻訳字幕に対応しており、世界中のファンが楽しめる内容となっているのです。このように世界を意識して作られている楽曲なので、ファンネームアイリーズも世界を意識されているのではないでしょうか。 ILY は英語圏で一般的に使われる I love you の頭文字なので、海外の人にも分かりやすく受け入れやすい言葉から取ったファンネームだということが分かります。これにはナンバーアイがファンのためにも絶対海外で成功してやると強い意志を持っていることが読み取れますよね。またアイリーズの愛にはナンバーアイというグループ名の愛に基づいてファンネームにも愛が使われています。これは過去ファンネームを考える際に言っていたナンバーアイという名前とつながりが欲しいという部分がちゃんと入っていますね。芸能タックル、いかがでしたか。新しく発表されたナンバーアイのファンネームアイリーズ、メンバーからの愛情たっぷりのこの言葉で、ナンバーアイとファンの間の絆はこれからもっともっと強いものに進化していくことでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。